皆さんこんにちは、佐々木うるかです。本日からというか、これから Vlog たるものを撮っていこうかなというふうに思ってます。で、 Vlog っていうのは、その僕もねよく知らなかったんですけど、その今ね Vlog 元年って言うそうです。はい。で、なんか最近ね、本当に最近耳にするようになって、でビデオとそのブログが合わさったものが Vlog っていうみたいなんですけど、その定義自体はあんまり決まってないみたいで、こういう風になんか自分で撮った日常なんかをこう出してたりとか、そういうのが Vlog、 ビデオにしてあるやつですね。それが Vlog っていうみたいで、なんか今までよりももっとこうプライベートな部分とか、なんか日常の部分をね撮っていけたらいいなと思います。はい。ね、これからも楽しみにしていただけると嬉しいです。はい。で、今日なんかはまあ家にいるんですけど家でねデザインやってたりとか、ちょっと記事見たりとか、スワッチももらっててやってるんですけど、最近は iMac 使ってやってたりするんですけど、ちょっと今出先でねパッと思いついて作ったのがあって、MacBook とか使って、フォトショーがね、僕はすごく多いです。イラストレーターよりもフォトショーが多いです。なんか今結構ごちゃごちゃしてるんですけど、まだ全然完成してないんですけど、こういうのだとか、あとは、まあ、デザイン考えながら、今はちょっとね、スワッチ届いて、記事見たりとか、ちょっとショートパンツを今作りたくて、で、こういうの見てたりとか、で、まあ、バーって見てね、これが良かったっす。はい。これが、すごくいい感じの伸び感とか、ね、生地感いいなと思って、これにします、多分これね、動画じゃ分かりづらいっすよね。だけど、まあ、こういうのやったりとか、家で過ごしたりとかします。で、デザインがやっぱ家にいることは多いですかね。あとはギター弾いたりとか、結構家でゆっくりするときはね、そんな感じでやります。はい。で、動画撮るときね、この、なんていうんですか、セルフ棒っていうんですか、これ。セルフ棒今使ってるんですけどね、全然使ったことなくて、すげえ変に撮れてるかもしんないですけど、まあ、その辺は、気にしないでください。で、これマイクも今ね、使ってるんですけど、結構ね、これ声拾うと思うんですよ。どうですかね。まあ、このアイテムたちを使って、これからね、Vlog やっていけたらいいなというふうに思います。ぜひね、これからもご視聴いただけるととても本当嬉しいです。はい。で、また復帰戦に向けてね、ガンガンどういう風にやってるかとか、なんかお伝えできることがあればいいなと思います。髪がなんかもう何にも作ってねえや、ボッサボサ。よし、では Vlog 行ってみましょう。